山内弘明は、日本放送、CP 局報道スポーツコンテンツセンタースポーツ部の、アナウンサー。東京都出身。1992年3月、早稲田大学教育学部卒業後の同年4月、日本放送に入社。同期入社は、元同局アナウンサーで、現、フリーアナウンサーである、小口明久、元アナウンサーで、相撲ジャーナリストの下、隅陽子。 中助香織、根岸シ子。入社以後、制作部に所属し、主にバラエティ番組の中継や夜の若年層向け番組のリポーターを担当し、4年在籍。その後、1996年4月人事にて、編成局スポーツ部に転籍。同年7月19日、藤崎大県営野球場で行われた、ジュニアオールスターゲームのイースタンリーグ担当で、 初実況。しかし、実況の練習をまだしていなかったため、以後、先輩で、宮田光寿や小口和夫に教えを請うて練習する、日々が5年ほど続き、デビュー当時については、本人曰く、当然、形にはならずしっちゃかめっちゃか、と語っている、主にプロ野球中継を担当。アテネオリンピックでは、野球、マラソンなどの実況、 東京2020オリンピックはソフトボールオープニングラウンド日本アメリカ2008年以来のサッカー実況として男子サッカー決勝トーナメント準々決勝日本ニュージーランド野球ノックアウトステージ決勝戦日本 VS アメリカの実況を担当し野球ではサムライジャパンの金メダル獲得の瞬間を実況したまたメジャーリーグ中継では2007年5月6日の シアトル・マリナーズ、ニューヨーク・ヤンキース戦で当時ヤンキースに所属していた松井秀喜の日米通算2000本安打達成の瞬間を実況した。ラジオテレビ、ありがとうございます。